ちょっと待って、誰待って、新メンバー入ってきてんな。っていうことでね、あの、飛び盛りをちょっと久々にやりてえなーと思って、なんかね、あるじゃん、そういう時って。飛び盛りなんかめちゃ久々にやりてえなーみたいな時あるじゃん。それが今なんだよね。だからちょっとやっていこうかなと思います。うわ、懐かしい。これなんだよなー。これなんだよ。これ俺が求めてたやつは。うん。はい。じゃあ始めましょうか。だいぶ時間ずれてんな。ここどこなんだろうね、場所ね。拷問部屋みたいなとこあんのかな、もしかしたら、飛び盛りの世界には。はい、やってまいりました。懐かしいねー。いや、おい、モグラ。わ、結構さ、でもさ、なんかいい感じじゃない家の前。あ、俺こんな感じだったっけ家。うん。レイジがここに寝てるって怖いわ。家の前でずっと寝てんの。うわ、うっせぇ。めちゃくちゃうっせぇじゃん、これ。ちょっと荷物受け取れるやつからちょっと受け取ろうか。この辺はまあいいか。ジュリー、ちょっと待って、ジュリー読んでみよう。泣かないで、エソスさん。引っ越しの日の朝は鳥が悲しく泣いていたよ。遠く離れていたとしても、君のそばに僕の心はあり続ける。それは信じていてほしい。ジュリーでした。おい、ジュリー消えてんな。ジュリー消えてんな、マジか。ジュリーだけかな。ジュリーが消えて、まあ、新しいやつが入ってきたみたいな感じなのかな。ちょっと見に行くか。ちょ、今、俺のこの村は誰がいんのか、ちょっと見てみようか。こいつサルモンティーだろ？うん、サルモンティーはまあわかるよ。で、この上に、ちょっと一軒あるから見てみようか。これが、ちょっと誰の家だっけ？ジャン。あ、ジャンはまだ生きてんな。ジャンいるじゃん。よかった、ジャン。ここの家、これサルモンティーか。あ、これサルモンティーだね。俺の隣に立ってきてるっていう。で、お、あ、だって、ペンタいたっけ？そっか、ペンタ来てんのか、うち。ちょ、やべえ服着てるわ。これ、ギガブタ布かな？これなんだろう、これ。ちょ、久々すぎて忘れちゃってんな、これ。これ多分ペンタの家だろ？うん、これペンタだね。ちょ、待って。今、普通に、全然何の気もなしに、ここのね、橋をこうやって通って、で、ちょっと次のとこ行っか、みたいな感じで、こっち通ったんだけど、この橋よく考えたらさ、マップ見て、意味ねえんだわ、この橋。これ、ここ二つさ、これ並んでる意味ないんだったわ。お前騙されたわ、これ。ふざけんなよ、この設計。クソ設計じゃねえかよ。まあいいや、ちょっと下行ってみよう。わ、これそうだ、俺のコレクションだわ。埴輪コレクションね。で、これね、ここが、新しいやつだな、これ。あ、じゃあこれサッチの家だわ。サッチもそういえば来てたな。あ、ちょっと待って、なんか、ん？なんだ、なんだ、なんだ、なんだ？なんか、ちょっと待って、今待って、伝染するとこ見ちゃったな。なんか豚がなんか服プレゼントしたな。これなんか、やばい服が伝染しちゃってんぞ、お前これ。これ俺の前座だよな。これアイーダの服じゃねえよ、これ。あ、ミュータントアイーダだ。ミュータントアイーダの服伝染しちゃってんじゃん、これ。これが、これやっぱこれギガブタンのだよ。チャオズとハムカツが合体したギガブタンの。で、これね。で、クマ布、ブタ布。で、これエソソの服だ。ちょっと待って、まあいつは狂いすぎだろ。で、ちょっと新しいやつ、どこだろう？新しいやつの家。並んでたはずなんだけどな。ここだ、チャックだ。ちょっとこれ挨拶行ってみっか。いるかな、家に。あ、いるわ。星の煙だぜ。すごいね。ちょっと行ってみよう。これ。おい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 、お前新入りだな、チャックな。いい家住んでんじゃん。いいね。なんかちょっと、北欧風っていうのかな。ちょっと待って。伝染してんな。伝染してんな、これ。ギガブタ布が。もうだいぶ長いのかな。ん？もしかして、エソソちゃん？わあ、本物だ。いや、まあ、だから、動画で見たことある人なんだろうな。俺のこと。ね、罪人村に来たらいいけど、多分動画で昔見たことあるな、みたいな。本当にいたんだ、みたいな感じなんだろうね。エソちゃんの噂みんなから聞いてるよ。僕はチャック。もうこの村に住み始めてかなり経ってるよ。あ、そうなんだ。そうなんだ。長いんだ。もう多分数ヶ月とか住んで打ち解けてんだろうね。全然知らなかったわ。はじめまして、チャック。もっといっぱい話しかけてほしいな。よろしくね、しかじか。だから収監されてもう長かったんだね。もう全然しなかったもんね。こんなやつ来てんの。
で、まあ、あとは、ここはまあ、もう完全に誰の家かわかるよね。てかもう、この家のフォルムでわかんもんな。これ豚の家だろ？これね。うん、ハムカツの家。で、ここが、ピティエ。うん、ピティエとハムカツはお隣さんだからね。で、この一番上にもう一軒あるけど、あれこれ誰の家だこれ。メリアス。あれメリアス来てたっけ？ちょっと待って、話しかけてみるか。おー、メリアス。あれお前、来てたような、あ、来てたっけ？なんか全然覚えてねえわ。あら、エソスさんですね。噂は金、あ、じゃあやっぱそうだよ。知らないもん。新入りだよ。うん、噂金がね、聞いてるタイプの人だ。そう。ご挨拶が遅くなりましたが、私メリアスと申します。メリアス来てたの？うちの？どこに収監されてたの？あ、そうだ。こいつはまだそんな来て立ってないのかもしんねえな。もしかしたらな。あ、これ、メリアスが作ったの？これ？服？すごいじゃん。自分の体毛をぶち抜いて。体毛で作ってんでしょ、それ。な、来たくねえけどな。でもさ、ほら、こうやってさ、なんか、厚森とかと違って、飛び森って結構勝手にもう進んじゃうから、まあ、そこがね、結構、まあ、久々に見ると面白いっていう部分でもあるんだよな。ちょっとさ、まあ、お店見てみようか。ね。ちょっとアルパカ見てみるか、アルパーカーズね。怖いわ、あそこでスコップ持って立ってんの。なんかいいもんあるかな。委託販売まだ売れてないの。俺のこれ、もう腐ってるでしょ。この蜂の巣。これ全部多分俺の委託販売だよね。これ誰も買ってねえじゃん、俺。買えよ、誰か。ちょっと待って、これ俺が頼んだやつじゃないか。これ、色替えで。嫌な色、これ。ずっとこれもうさ、注文でこれだ、取りに来なかったからさ、ここでずっと置きっぱなしだったでしょ。で、注文受け付けなかったでしょ。こいつらもうドアカジだよな。じゃあちょっとこれ持って帰るわ。うん、これありがとう。売ろうか。ちょっとこのノームの置物なんだけどさ、買い取ってくんねえかな、これ。うん。845ベルか、いいだろう、売ろう、これ。いらねえからさ。ずっとスペース取ってたからさ、もうスペース代マイナスだよね、こいつらからしたらね。で、もしそれ売られるっていうね。だったら早く言えよって話だからね。じゃあちょっとさ、商店街見に行こうか。その前になんかずっとね、豚がね、話しかけてほしいなーっていう顔でこっち見てんだよな。ちょっと見てみようか。なんか最悪なさ、人生ゲームみたいなマスだよね、これね。ちょっと話しかけてみるか。おい、ブタ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 。なあ、お前、イソソって知ってるか？お前忘れて、お前何しらばっくれてんだよ。こいつ忘れたってこと？俺のこと。お前ふざけんなよ、お前。ま、俺のこともしかしてあの、クマで認識しちゃうんかな。おい、豚。あいつは、オイラとの勝負をほっぽったまま突然いなくなっちまったんだ。なんかもう亡き者にされてない。死んだと思ってない俺のことも。なんか勝負をしていた途中であいつは消えちまったみたいな感じでさ。なんか俺死んだと思われてるのかもしんないね。もしかしたら豚ね。おい、生きてるよ、お前。なあ。ついでにあいつは村長なのに村までほったらかしでさ。別にやりたかねえのよ、村長なんてよ。ん？お前がエソソ？なにそんな、脳みそないんじゃない？もしかしたら。記憶っていう、記憶回路が脳みその中に設置されてないのかもしんないね。な、その記憶領域がめちゃくちゃ小さいんでしょ。お前、オイラがどんだけ心配したと思ってんだ？今日からハードなトレーニングメニュー、こなしてもらうからな。これ見てもらえばわかる通りさ、光ってるから頭に LED 埋め込んでるわけですよ。その隙間があるならさ、記憶領域に下げようっていう話だからね、これはね。ほら、それが終わったら虫取ったり魚釣ったり。ぐっ、よく帰ってきたな。また村が賑やかになるよ。こいつ寂しかったんだな、無駄。あー、そう、こいつなんかめちゃくちゃホッとしてんじゃん。うん、そのまま水分出し切って死ね、お前は。いや、でもハムカツがこんなに俺のこと心配してくれてると思わなかったなぁ。そうか。まあ結構長い間来なかったからね。ってことはペンタンもしかしたら俺のことを心配しちゃうかもしんねえなぁ。ほらこの顔見ろよ。いや、正気がねえなぁ。目にな、輝きがないもんね。ちょっと待て。なんか見たことあるなぁ。なぁ、お前イソソって知ってるか？あいつはオイラとの勝負をほっぽったもとついのちょ、待て、同じこと言ってんな。あいつは脳共有してる、もしかして。脳共有してんじゃない？
ついでにあいつは村長なの、もう全部言ってること一緒じゃん、これ。ねえ。ほら、もうすべて反応も一緒。ちょ、嘘だろ。こんなにシンクロすることある？側違うだけじゃない？これ。側違うだけ中身フル一緒なんじゃないの？これ。やばいよね。ここまで一緒なの。そんなことあんの？な、もう一緒なんだ。こいつら本当そっくりなんだな。こいつもの相手。お前もう水分出し切って死ね。まあいいや、ちょっと商店街見に行こうか。なんか面白いもんって、誰これ？ちょっと待って。誰？あれ？いつの間にか待って、知らねえやつ来て、知らねえやつ消えてた。え、誰これ？デリー。ちょっと待って、俺の知らない間にさ、急にさ、生を受けてくたばってさ、地獄行ったやついる。ここ地獄だからね。前に住んでたから、ちょっと嘘だろ。知らないよ？お前がいたこと。いたの？そもそも。サルボンティしか覚えてないんだけど。マジかよ。じゃ、ちょっと待って、ホームセンター豆粒見ようが。まだホームセンターなの？いや、来たぞ。あ！透明じゃん！透明じゃん！透明、何やってんの？お前、透明。おい。あら、エソさん、ちょっと用事済ませがてら来てみたんです。そんな地獄ってフリーなの？フリーで動けるようなとこなの？地獄は。こいつらもう地獄落ちしてるからな、全員な。まあこういうのとか、あ、なにこれ？ちょっと待って、拷問器具売ってんじゃん。やるな、お前。これ拷問器具欲しいわ、これ。すごそうな拷問器具。あ、安いじゃん。これ買おうぜ。これ買いだろ。拷問器具問答無用で買いだから。この辺もそうだろ、これ。ギロチンかなんかじゃないの、これ。頭乗せてな。これいくら？ 2680 円買うわ。金少ねえな。金6万ぐらいしかねえかんな。まあ、この辺はいらんだろう。で、これ壁紙とかもちょっと見てみようか。アラビア壁紙。ちょっと見てて、見せて。どんな感じだろうね。あー、まあ悪くないね。まあ買わないけど。いらねえけど悪くはないよ。これは？なんだろう。あ、肉球ね。うん、ちょっと一応見ておこうか。あー、かわいいね。いらねえけど。うん。これ床とかもちょっと見たいな。むしろ、あー、これ、これね、はじめが使ってたな。うん。これはまあ、お前、突っかかるなよ。店員に。で、これは？あ、鉄板で、あ、これはね、結構いいんだよな。これ悪くないよな、普通に。ちょっとこれ一応、持ってたかもしんないけど、買っとくか。これね。うん。これ結構いいんだよね。一応ちょっとエイボーシスターズも見とくか。なんかいい被り物あるかな。多分ね、ほとんど持ってんだよね。俺、被り物コレクターだから。この辺全部持ってるはずなんだよな。これとかめっちゃ可愛いけどね。これね。バイキンマンね。ちょっと一応試してみるか。あー、ほら、可愛いわ。あー、これちょっと、とりあえず今、このままつけて買ってっか。うん。これ可愛いよね、バイキンマンね。めっちゃ可愛いわ。おい、アサミ、俺のこと覚えてる、アサミちゃん。あー、気に入る、お前じゃねえよ。アサミ、アサミ覚えてるか俺のこと。あら、エソスさんいらっしゃい。ほら、アサミとはね、結構仲良くやってたから。うん。いや、でもやっぱさ、飛び盛り面白えな、久々にやると。いや、これね、マジで、厚盛りとかをやってて、まあ、飛び盛りやったことないって子も多いと思うんだけど、飛び盛り、何やってんだお前これ。おい、スワルナさん、なんか、木の化け物みたいになってる。木のモンスターでしょ、これ。ねえ。木から生えてきてるみたいな感じになってんだけど。これやばいな、木のモンスター。いや、ほんとね、飛び盛りやったことない子ね。飛び盛りね、3DS 飛び盛り買ってね、やった方がいいよ。普通にね、厚盛り並みに面白いから、飛び盛りは。待て。そこまでシンクロする？木のモンスター？え？ちょっと待って、めちゃくちゃ飲みの音すんだけど。誰？汚ねえやつ。サッチじゃない？サッチだ。サッチ汚ねえ。飲みついてる。ちょっと待って、サッチから飲み取ろうぜ。おい！ああ！ずっとぴょんぴょんしてる。もしかして村長さんじゃない？わあ、やっと帰ってきてきたんだね。これはビッグニュースだ。いや、お前めちゃくちゃ飲み飲んでる。みんな首を長くして待ってたんだよ。村長さん、早く声かけて待ってね。ちょっと待って、そうじゃないのよ。じゃ、ちょっと取らせてもらいます。おら！うわぁ、でけえのみ！
え、嘘。アイドルの磨いちゃダメじゃん。あんなすばしっこいやつ捕まえるなんて。エソちゃん、やるじゃん。気づいてなかったの、こいつ。こいつ絶対風呂全然入ってねえの。風呂入らない系アイドルかよ。ちょっとやべえ人種だな。あ、飲みだ飲みだ。あ、こんなとこにでっけえ飲みいるな。飲みたくさんいる。おお、ただ兄弟じゃねえか。ただ兄弟じゃねえか、お前これ。最高最高。こいつ、あ、待って、マジで。座ってるのがただ兄弟じゃん。あ、ボーナスステージかよ。やべえな、これ。おい。おい。もう気づいてねえわ、全然、こいつ。バカじゃん。へこたれねえな。いやー、いっせさ、これびっくりするくらい座りやすいぞ。確かに座りやすいなぁ。悪くないなぁ。今日も動画を見てくれてマジでありがとう。みんなのおかげでね、幸せな一日を過ごせました。今後もね、面白い動画バンバン作っていくんで、ぜひともね、チャンネル登録、高評価、そしてね、過去の動画も見てください。ということで、コアラでした。